トンテキってなんだマジ。トンテキ食べたことないの。今日の NG ワード先に言っとくね。これ〇〇じゃん。え、これ〇〇じゃん。トンテキって全国共通じゃないの？トンテキ。今日これ使います。出た、かっこいい包丁だ。すごいな。警察が来る前に手洗います。では、この後ろの筋のところに切れ込みを入れます。え、クソ切れるわ。クソ切れる。これガチ死ぬで。やばいもん、切れ方が。本当だ。これだとこれで切れるよ、ほら。これで。やば。これやばいよね。こんなの切れないよね、豚肉って。こんなケーキみたいな切り方しないよね、こんな。怖っ。ほら。ちなみにね、あの包丁の出番、今日これで終わりです。はい。こいつのデビュー戦、これで終了です。ギコギコはしませんだね。いや、本当にノーギコギコだったな。振りすぎた。明らかに振りすぎた。まあいいか、落とせば。まあ味付けなんてね、イカルル具合がちょうど死にますからね。なん？ああ！なんだってんだよ。ソースを作る。まずは醤油、みりん、オイスターソース。オイスターソースですか？ないんだよ。オイスターソースのオイスターとウスターソースのウスターって何？オイスターって貝のだしのものだよね。貝？あげて。野菜じゃなかったっけ？野菜？うん、野菜をなんか煮詰めまくったやつだったような。今日スーパー行ったけどオイスターなかったよ。いや、輪切り唐辛子、輪切りで売ってるの便利だね。だったけど、お、便利なやつじゃんこれ。そうだよ、真ん中だよ、開けるとこ。よし。うわ、トンテキの匂いするわ、もう。トンテキに匂いある。ある、このソースの匂いが。え、ソースって大体一緒なんだ。うん、この匂いだね。使う調味料毎回この匂いしてるかも。へー。あいちゃん、ミニトマトいつもヘタ取って出してる。ん？ミニトマトのヘタ取って出してる。うん、なんかね、ヘタはね、やばいらしい。ミニトマト体にあるってこと？うん、死ぬ？トマトの下手で？うん、マジか。最悪ね。そうだね。そんなこと言ったら何でも最悪死ぬけどさ。でもママがなんか言ってた。お母さんが言ってた。うん、死ぬとは言ってない。あんたパセリ、パセリじゃないわ。食ったら死ぬでって。言ってない。下手はなんか取った方がいいらしいって言ってた。それそれ。それはそうだろ。お弁当にいつも入れてくれてたんだけど。時に下手は取らないとダメだし。え？何？下手食ったら下手したら死ぬって言う。固定して。お、いい匂いするね、豚肉は。いい感じ。ん？うん、いい感じ。こんな機会よ。味噌汁作ろうか。お味噌汁のこと忘れたわ。包丁使わねえって言ってたけど、ちぎって入れていいってこと。
見えっかこれが、おい。すると、これね、薄力粉でカリカリになってる。カリカリになってる。これちぎることによって旨味が逃げないんですよ。包丁だったら旨味が逃げちゃう。豆腐の。ちぎることによって旨味がね、ギュッ。なるほど。そうだね。楽しみでしょ。こんぐらいでいい？いいね。ありがとう。わかめ。適当でいい？甘いですみたい。はいよ。食えるわかめじゃないよ。はいよ。はいよ。適当に入れてたよ。はい。はい、焦げたよ。もうすんごい焦げた、あーちゃん。やったミニトマト何個食う？はいよ。洗った？洗うよ。キャベツの千切り洗った？知ってるよ。はい、待ち。やったー。やべ、キャベツで見えねえ。何行こうか。もうできないです。どうですか？超もそうだろ。ああどうなん、うまくない？塩コショウがやばい。これね、早味にする。これ食ってたらちょっとしょっぱいか。これね、俺魚焼くノリでやってた。これはね、真のトンテキじゃない。なんてこった、あやちゃんの初めてのトンテキがこんな。味は悪くないけどね、ちょっとしょっぱいだけで。ちょっと、うん、まあガリガリは言ってるね。塩がね。でも味はうまいぞ。もう一回やらせてくんない？これマジで不満だわ。もう一回やらせてほしい。これもう一回やらせてくんない？トンテキ準備？俺が食ったトンテキじゃない、これかかってないとこ、うまっ。あー、これうめえな。ん？これうまい。これ飲んでみる？うん。しかも濃いからクソ合うんだよ、味噌汁は。うまくないそれ。なんかこれうまっ、えこれハイボール？うん、なんか甘いね。あー、関節キスだ。いつからドキドキしなくなったんだろう、関節キスに。え、もう同一個体レベルで意識しないんだよね。俺ら配信でチューしたことあったっけ？あるわけないでしょ。配信でチューしたことある人っているんかな？いるだろ、それいる？配信者でってこと？うん、カップルチャンネルだったよ、あるでしょ。ああ、え、カップルチャンネルってチューすんの？カップルチャンネルってチューすんの？チュー見れる？チュー見れるの？チューはまだちょっと早くないか。モコとジュンがしてたぞ。ビジネスチャンネルはビジネスチャンネルだからあんまりチューしないらしいよ、カップルチャンネル。カップルチャンネルってビジネスチャンネルなの？え、そうなの？俺らもビジネスだよ。本当のカップルいないの？
すがにいるか。え、俺らビジネスなの？自分に決まってるでしょ。お金目当て。うるさ。俺の。お金あった？なかった、ね。一応付き合い始めた時は全然お金なかったね。うん、よく行ってたね北海道。うん。というよしやね、という。とりあえずそこや。前回のアマゾンのやつは前回のアマゾンのやつはなんで2回やったんだろう。あれ箱。そんなバカだから決まってるでしょ。ザ・河川とガチャとアマゾンとロールに性を感じています。夫婦共通の趣味なので配信や動画を拝見することが日課になってます。我が夫婦が河川さん夫婦っぽいのもあり、例えば旦那はオタク君でこれまで女性と会話ができず唯一心を許して話せたのが私だったこととか、私がそそっかしいのもあり日々子供のように扱われたりとか勝手に親近感が湧いています。そこで質問なんですが、あやちゃんが他の人と違うと気づいた点は何ですか？ガチガチだった心を許すようになったきっかけを教えてください。ちなみに私の場合は未だに何が旦那に刺さったのか分かってません。これからも配信楽しみにしてます。お体に気をつけて無理せず頑張ってください。応援してます。なんやろな、初対面でいきなり腕に抱きつかれたからかな。マッスルポーズ。いや、一緒にゲームしたからね。彩香の前に抱きついてる人いたよ。うん、覚えてない。それと彩香と何が違う？そうだったっけ、あやちゃんの前のギャルが抱きついてから対抗して抱きついたのじゃん。ギャルではなかったけど前の人が対抗したの。いや違う、対抗じゃなくて、ああいいんだって思ったの。いやない、いや OK してたから、ああありなんだ、その人のおかげじゃん、そういうのもと思って腕組んだ。その人のおかげじゃん。じゃそうだね、誰だろうね、誰だろうね、いますか北海道のあなた。ありがとうございます。どのくらいの規模感だったのイベントの、あの時登録者18万の時じゃない？そうなんだ。うん、長いこと18万だったからね。あ、そうだそうだそうだ。クズハに言われてたね、確かに。なんでスタックしてんのみたいな。言われてたの。うん、18万人のうちの一人だったからな。いや、下積みとか言うけど、別に生きていけるぐらいのお金も稼いでたよ、普通に。生活していけるぐらいの。そんなに下積み感もないけどな。うん、確かにキャスターもやってたしな。まあでも、いや俺がマジで全く何もなかったら COD が消滅して今頃どうなってたんだろうな。でもなんかさ、今のさストリーマーの世界とさ前のなんか実況者の世界とさだいぶ空気感違うじゃん。うん、ほっといたらさ、多分今みたいになってるんじゃん。どう頑張っても別に河川さんがそこに関与してようがしてまいが今の感じにはなるじゃん。どの道見つかってたと思うけどね、何かのタイミングでって思うよ。いつか伸びてた、うん、どの道、うん、あやちゃんはどの頃に河川さんを知ったの？コールオブデューティーブラックオプス2迷彩解除動画だよ。クソ子さんじゃん。普通にクソ子さんじゃん。ゆっくり実況だったよ、その時はまだ出てて。でも出てて。